今日は札幌で初雪を観測しました。平年に比べ10日遅くなっています。今年も憂鬱な季節がやってきました。雪のシーズン到来です。今週は強い寒気が流れ込み、おとといは旭川でも初雪が観測されましたが、各地で例年に比べ雪の便りは遅れているんです。手稲山ではおよそ150年前の観測開始以来最も遅い記録を更新しました。なぜこんなに遅くなっているのでしょうか。ポイントはインド洋にあるかもしれないんです。北海道の雪が遠く離れた南のインド洋と関係している。一体どういうことなんでしょうか。10月はインド洋の西側で海水温の高い状態となり、積乱雲が発達しました。その結果、上空を流れる偏西風が大きく蛇行し、日本付近では平年よりも北を流れました。その結果、寒気が入りにくく初雪が遅れた可能性があるんです。とはいえ季節は冬まっしぐら。札幌市内のスーパーでは昨日から急に売れ始めたものがありました。ああ結構売れちゃって、まあ、1個か2個みたいになっちゃって。鍋物のスープの素や締めの麺類です。こちらでは今週から客の目につきやすい場所に陳列されています。おとといまでは1日に1つか2つ売れるかどうかでしたが、昨日は気温が下がってきてるんで、まあ、こういったように、まあ、刻々と減っていってるのかなと。もう敏感に反応する商品の動きですよね。温かい鍋が恋しくなるこの季節、野菜や魚などの値段が気になりますが、これぐらいの大きさでやはり若干相場的にはまあお安く提供できているのかなと。現在店頭に並んでいるものは北海道産の野菜が中心です。こちらでは一般的なスーパーより2割から3割ほど価格を抑えているといいますが、大根は大きなもので1本88円、長ネギは1本88円から128円、大きな白菜も昨日は1玉128円でした。やはりこう気温が低い時から比べると若干まあ去年なんかよりかは2、3割ぐらい安いのかなと今現在は感じてますけれども、しかしこの後は道産から道外産のものに変わっていきます。台風などによる水害の影響もあり、これからは値段が高くなる可能性もあります。もう一つの鍋の主役、魚の値段はどうなんでしょうか。秋の味覚の鮭漁が終盤にかけて不調になり、シーズンが終わりました。そんな中で狙い目はタラなんかが、まあ、量が増えてくれればいいなと。そうしますと、まあ、お安く提供できるかなというふうには考えておりますけれども。そして北海道の冬に欠かせないのは除雪用品や防寒用品。今シーズンの動きはどうなんでしょうか。これから雪が本格的に降ると思いますので、まあ、まだまだこれから動いていくのではないかなと。どんどんお客様も来られると思いますので、早めの準備をした方がいいと思います。本格的な冬の商戦はこれからと言いますが、早くも売り切れ寸前という人気の品がありました。それは何かというと、こちらの長靴です。素材が軽いものを使っているので、他のものと比べて 100g ぐらい軽いような仕様になっています。前年のだいたい 190% ぐらいの売れ行きになっております。こちらは一般的な長靴です。大きさ26センチの男性用で、重さはおよそ 750g です。一方、この人気の長靴は 600g をわずかに超える程度、長時間履いていても疲れないといいます。それだけではありません。厚地のインナーが入っているので、とても暖かいような仕様になります。軽くてしかも暖かというのが人気なようです。 M サイズはすでに品薄だそうです。雪が降ると一気に客が殺到する冬の必需品、早めの準備が良さそうです。